どうもこんにちは。さて今回は実はまだ動画をやってなかった。これですね。ラプトル運送のゲートをやっていきたいと思います。ゴールドソーサーの従業員にお届け物があるんですが、困ったことに私どもを敵視している盗賊団に目をつけられちまいましてね。お手数なんですが、この繊細な壺を奴らの視界に入らないよう届けてくれませんか。かなり壊れやすいからそーっと運んでくださいね。50mgp 数、これ僕はすっごく苦手です。何回かやったことはあるんですけど、クリアしたことが1回しかありません。本当これね、苦手なんですね、まあ、なのでちょっと今回もクリアできるか分かりませんが頑張りますね。まあどんなゲームかというと、分かるかな、ところどころに鎧を着た、ほら見つけちゃうぞって今吹き出し出てるの見えましたか。ああいうね NPC が、ほら鎧を着た NPC がうろうろしているんですが、あれが盗賊だ。あれに見つからないようにって、ね、おいたよこんなところにてめえ、おい逃がしてやる。説明してただろうが、説明してね、今この巫女ってに届けようとしたんです。そしたらこいつ盗賊団なんて冒険者やっつけちゃうよ。ということでね、まあ運ぶゲームだったんですが、まあ大体以前に即見つかったと、説明中に見つかったっていうね、最悪な展開です。ちょっともう一回挑戦しようか。場所どこ？はい、できるよ。でもこれね、再挑戦するにはまた 50mgp 払わなきゃいけない。あのなんだっけ、ミニオンレスキューとかさ、何度も何度も挑戦しても大丈夫なんですけど、なんでこれだけまた払わなきゃいけないの？集中して喋るの忘れちゃう。で、まずこの人がね。で、まだ他にもマップ見れば分かる通りに、他にも届けなきゃいけないんですが、おお、見過ぎだろ。上行く？上行く？どこ？あ、いたよ。いたよ、こんなとこ。ダメだ。ほんと苦手だ、これ。いやです。もうこの動画を上げることはないでしょう。本当に苦手、本当に苦手これ。人っていうかこいつら多すぎでしょ。これってあれかな、あのステルスとかで効くのかな。でもすごい時間かかるよね、歩くのせいか。そういうわけで僕はこれ苦手です。ね、まあポイントがどんくらいもらえるのかちょっと分かりません、まあ、こういうのが得意、あれだね、メタルギアとか得意な方はもしかしたら好きなのではないでしょうか。なんて邪魔、なんて邪魔。なので、まあ、そういうのが得意な方、好きな方はぜひ挑戦してみてください。まあね、こんだけ NPC が邪魔してくるんだから、きっとそれなりのポイントはもらえるんじゃないでしょうか。ということで、以上、ラプトル運送のゲートでした。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。